皆さんメリークリスマス、せんちゃんでーす。今日はクリスマスということで年がいもなくサンタの衣装を着ております。一人でねこの服を家で着てるとすごい孤独感に襲われます。そんなことはさておき、タイトルの伏線回収をしていきたいと思います。私ですね、今年大きな嘘をつきました。許されない嘘だと思います。いや、しょうもない嘘だと思う。もうね、見てくださった方もいると思うんですけど、サウナ動画っていうのをね出したんですよ。オアシス御殿場さんに行った時のサウナ動画で、タイトルがですね、貧乳のサウナ動画はどれくらい回るのかっていう検証動画だったわけですよ。そしてね、そのコメント欄に結構ね、貧乳じゃないじゃないかと、結構普通じゃね、思ったより貧乳じゃない、がっかりだと、金の乳じゃないことに関してかなりねがっかりさせてしまって申し訳ありませんでした。その何が嘘だったのかっていうと、実はね、あの貧乳売りで動画を作ったんですけど、見栄を張りましてヌーブラで盛りました。本当にしょうもないです。しょうもない告白です。私がヌーブラを使い始めたのが去年の鬼怒川温泉の動画から、ヌーブラを使っております。しょうもない告白です。実際の私の貧の乳に関しては、シドニーのね、海に行った時の動画を見ていただければわかると思います。あれが本当です。ごめんなさい。本当にクリスマスに話す話じゃないんですよ、こんな話。ただね、サウナの動画はですね、貧乳の検証動画だったにもかかわらず、ヌーブラで寄せてあげて、貧乳じゃなく見せてしまったので、これはね、滞在だなと。申し訳ありませんでした。はい。ということで一つ目の嘘はそれでした。ごめんなさい。許してちょんまげ。はい。そして二つ目の嘘になります。二つ目の嘘です。何個ついてるんだって感じですけど、二つで終わりです。これ以外嘘ついてません。弟と浅草デートするっていう動画があったんですけど、実はあの中に嘘がございました。申し訳ありませんでした。実は弟は、弟です。はい、それは本当です。じゃあ何が嘘だったのかと言いますと、あの動画の中で私がモテないっていう発言をしたんですよ。私はもう全然モテませんよ。本当にモテませんっていう話をしました。でもね、実はモテてます。はい、モテているようです。皆さんね、本当にしょうもないなって思ってるかもしれないんですけど、ぜひ最後まで動画見てください。なんで急にねモテてるって自覚したかっていうと、こちらです。こちらご覧ください。はい、さっきからね気になってる方もいたと思うんですけど、こちらです。こちらがですね、今年のクリスマスに視聴者さんから届いたプレゼントの数々でございます。すごい量なんですよ。もうこれはモテてる、確実にモテてます。ちょっと動画だと分かりづらいと思うんですけど、これかなり大きい箱です。これは確実にモテてると思います。ありがとうございます。ということで今回はそんなモテてるせんちゃんの元に届いたこちらのクリスマスプレゼントを開封していきたいと思います。今撮影してるのが12月22日でして、今日までに届いた分を開封させていただきます。なので今日までに届かなかったものに関してはちょっと動画内で公開ができないんですけども、またインスタグラムのストーリーとかで載せていきたいと思いますので、チェックお願いいたします。では早速開けていきます。まずは小さい箱から開けていきます。はい、一つ目のプレゼントはお香のようです。お香セットかな。はい、お香、仙台のお香です。ありがとうございます。ありがとう。続きまして中ぐらいの箱いきます。お、なんか大きいのが入ってるぞ。これなんだ、ランタン、すごい。クリスマスのランタンだ。かわいい。ありがとうございます。めちゃめちゃかわいくない？ありがとうございます。飾らせていただきます。かわいいね。待って、何の布だ？レクサスオリジナルブランケット。へえ、そんなのあるんだ。アローヘッド。レクサスユーザーの人が送ってくれたのかな？ありがとうございます。まだレクサス。あ、こんなのあるんだ。レクサスのトートバッグ。そんなのあるんだね。レクサスいろいろやってんな。これもレクサス、レクサスオリジナルタオルハンカチ。やっぱりそうだ。付箋もついてます。レクサスいろいろやってるよ、本当に。すごいよ。これはタオルセットかな？タオルセットですね。ありがとうございます。のりたけって書いてありますね。のりたけって何？オープン。えぇ！これレクサスじゃないの。レクサスいろいろやってんね。すごいな。これソーサーセットかな？紅茶とかのセットかもしれない。レクサスって書いてあるんですよ、レクサスって。これでティータイムを楽しめそうです。それにしてもレクサスやりますね。次からはね、この大きな箱になります。はい。この二つはですね、府中二輪館でイベントをやった時にみんなが持ってきてくれたものです。ありがとうございます。でかいぞ、これはでかいぞ。あ、フランフラン。ラッピングもめちゃめちゃ可愛い。え、可愛い。これタペストリーじゃない？タペストリーツリーっていうやつだ。飾るだけでクリスマス気分になれるタペストリーです。ありがとうございます。これ可愛くない？めちゃめちゃ可愛い。ほら。こうやってオーナメントをね、かけることによってオリジナルのツリーを作ることができるそうです。可愛いね。さあ、どんどん開けていきますよ。あ、
らかわいい。見て、これネイルオイルじゃないかな、ネイルオイルかな、かわいい、めちゃめちゃかわいいね。キューティクルオイルだそうです。つまりこのネイル、このね、ネイルに塗る、オイルでございます。今ね、ネイル変えたばっかなの。かわいいでしょ、めちゃめちゃ可愛いですね。ありがとうございます。ちなみにお手紙はね、後でじっくり読ませていただきます。次はこちら、じゃじゃん、可愛らしい箱だぞ。あら、可愛い、え、めちゃめちゃ可愛くない、見て、可愛いんだけど、何これ、めっちゃおしゃれなリップグロス。これはハンドクリームに、ハンカチに、これ爪やすりかな、これいろいろセットになってるやつだ。めちゃ可愛いね、これ。ありがとうございます。こういうギフトセット可愛いよね。うん、どんどんいきます。おお、大きい。猫ちゃん。これは、ふかふかのブランケットかな？この猫ちゃんはよく見る猫ちゃんだ。今年の冬はこれで乗り切ります。ありがとうございます。次はこれだ。あ、これも結構重たいぞ。ずっしりしてます。なんだろうなぁ、なんだろうなぁ。あ、わ、これジンバルじゃない？すごい。これジンバルでしょ。オズモモバイル SE って書いてあるわ。え、これジンバルだ。え、めちゃめちゃ嬉しい。私ジンバル欲しかったから、ありがたい。ありがとうございます。こうやってやるやつよ。うん。このような形で使うわけです。はい。いや、これは撮影に役立ちますね。ありがとうございます。次はこちらだ。こちらはなんだ？あ、いろいろ入ってる。無印良品のセットじゃない？すごいたくさん入ってるわよ。一つずつ紹介します。こちらは私が使ってる化粧水と乳液ですね。こちらは入浴剤、ポンプのヘッドもありました。こちらはネイルケアオイル、そして最後は髪おしろいですね。髪おしろい、無印セットありがとうございます。あ、これは成田さんのお守りですね。バイクにつけるお守りです。ありがとうございます。安全運転で走らなきゃね。これはなんだ、クリッパン。あら、あらあら、素敵よ。これは膝掛けみたいなやつじゃない？あら、かわいい。かわいらしい色ですね。蝶々かな？蝶々柄の。今めちゃめちゃ寒いから今使いたいぐらいです。これをね、使わせていただきます。ありがとうございます。次はこれだ。メリークリスマス。え、函館刑務所のバッグってこと？ああ、そういうのがあるんだ。見えるかな？ごくって書いてあるでしょ。ごっこ。函館さんごっこ。こんなのいるんだ。かわいいね。函館のお土産かもしれない。ありがとうございます。次はこちら。じゃじゃん。なんかね、ふわふわしてるわよ。これメガネスタンドなんだ。こんなんあるんだ。こう、こう、こう。こういう感じ。こうやって置くらしい。かわいいね。あ、これはカメレオンクリーナーってことで、これでね、メガネとかスマホを拭けるらしい。アニマルクリーナー。かわいいね。アニマルシリーズや。あら、これ素敵じゃない？これめちゃめちゃ素敵。これもクリスマスに飾ったらめっちゃ可愛いね。これ素敵。ありがとうございます。次はこちら。あ、これなんか、もこもこの着るやつじゃない？着るやつ。これ今着た方がいいのよ、やっぱり。私に今一番必要なものです。ありがとう。あったかそうだね、これね。これはユニクロのファーリーフリースベストっていうやつらしい。これいいね。ありがとうございます。こちら、じゃじゃん。で、わっ！わわわわわぁ。素敵なの出てきたわよ。わぁ！わぁ！すごい。素敵。何これ、見て、ちょっと待って、ちゃんと見て、見てください、素敵。何これは、これは何、これ香水なんだ。香水にこんな形のがあるんだ、初めて知った。いい香り。こんなおしゃれな香水なんだね、ディオールって。すごいね。こっちはミラーだ。ミラー、かわいい。このミラーめちゃめちゃかわいいね。おしゃれだな、本当に。こっちも開けてみますか。あららら、いろいろ入ってるわよ。いろいろ入ってる。ヘアオイルだって。あ、これはディオールのアディクトリップマキシマイザーではないだろうか。あら、かわいい。シュシュ。シュシュだ。シュ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 。絶対かわいいじゃん、ここで結んだら。かわいい。あ、ネイルクリームだ。やっぱみんなさ、私のネイルを気にしてくれてるんだね。綺麗な美しいネイルを。ありがとね。本当にありがとね。そしてね、ステッカーもいただきました。ありがとうございます。この箱終わりました。次はこちらの箱を開封していきます。これもすごい詰まってる。すごいよ。うわ、こちら、ジョ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 ン。お、あら、素敵じゃない？これこれね、起床時刻の30分前から徐々に明るくなるライトだ。え、素敵。めちゃめちゃ素敵じゃん。おしゃれな感じだし、すごい。ありがとうございます。お財布も入ってました。ありがとうございます。可愛い色だね。次はこちら、じゃじゃん。みんな自分のが出てくるとドキドキするのかしら、こういうのってどうなのかしら、教えてちょうだい。そういう感想もちょっとコメント欄でよかったら聞かせてください。お、可愛いラッピングですよ。いろいろ詰まってる。可愛い。エヴァの湯飲みだ。すごい。こんなのあるの、ネルフの湯飲みです。エヴァイアって書いてある。すごい。割れないように梱包してくれたんだね。ありがたいね、本当に。ちっちゃい真っ黒クロスケが2匹入ってました。本だね。
エヴァンゲリオンの本屋、ルルブが出してるエヴァンゲリオンの聖地巡礼の本なのかな。後で見ておきます。面白そう。ありがとうございます。次はこれだ。大きい。じゃ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 ーん、出ました、メグリズム。私が最近毎晩使ってるやつ。ありがとうございます。本だけではね、心置きなく使えます。まだまだ入ってるよ。あれ、あとなんだこれは、なんだか可愛い、なんかちょっと見たことあるぞこれ、可愛い。これマイクロファイバータオルですね、紫色の。次はこちらです。これはジェラッケのモコモコ靴下じゃない、モコモコ靴下っぽい、可愛いね、可愛いモコモコ靴下です。ありがとうございます。これは豊川稲荷、何かしら、これはお札かしら、札、本当にお札じゃん、すごい。しかもせんちゃんのお札。へ、今ちょっとねお手紙読ませていただいたんですけど、この豊川稲荷っていうところが芸能の神様らしいです。なるほどね、 YouTube での活躍を祈ってということらしいです。ありがとうございます。じゃじゃん、次はこちら。あー、これはこれはプロポーズ、まただ。これは絶対にプロポーズ、100プロポーズ。あとじゃあ開けさせていただきます。あ、プロポーズじゃなかったです、ネックレスでした。めちゃめちゃ可愛いネックレスじゃない、プロポーズではなかったですけど、素敵なネックレスいただきました、ありがとう。勝手にこのサイズのものは全部プロポーズ認定しますんで、はい。ありがとう、つけさせていただきます。続いてはこちら、じゃじゃん。まずは細長い方からです。細長い方、あら、これ素敵なお箸ね、すごい素敵なお箸。こんな猫のステッカーとかあるんだ、バイクに買ったら絶対可愛いよな。お、これは壺ですね。あー、ポンポコ、タヌキの湯飲み、めっちゃ可愛い。ほら、尻尾もついてるの、愛用させていただく。あら可愛い、ほら見て、可愛いでしょ。あら可愛い、これ入浴剤じゃない、ほらおしゃれな入浴剤、リンゴと金木犀だ、私金木犀の匂い大好きなの、ありがとう、可愛い。冬はね、もう毎晩私入浴剤入れるから、ありがたい、ありがとう。そしてこちら、じゃじゃん、サボンですね、サボン。何これ、こんなのあるんだね。ヘアセラム、デリケートジャスミン、洗い流さないトリートメントだって、嬉しい。いい匂いしそうなんだけど、つけさせていただきます。あ、めっちゃいい香りする、すごい、モテそう、モテてる、ありがとうね、めっちゃいい匂い、すごい綺麗になっちゃって。ありがとう、愛用させていただきます。え、これ最後じゃない、ちょっと待って、え、何これ、ちょっと待って、とんでもないもの入ってるよ、何これ、ちょっと何これ、何これ、ちょ、何、あ、ツボ、いや、ツボやないこれ、え、これツボじゃない、ちょっと待って、すっげえぞ、これ何この箱は。小箱だとね、せんちゃんがプロポーズと勘違いするといけないので、大きめな箱にしてみました。大きすぎだろ、いくらなんでも。せんちゃんがちぐささんみたいな強い人になりたい、一斗缶で殴ってみたいと前に言って、前にちぐささんの試合を見に行った時に一斗缶ガーン殴ってて、めちゃめちゃかっこよかったんですよ。え、それで一斗缶送ってくれたの。殴っていいってこと、こだわりがあって、せんちゃんズロンティーのねサインですよね、はい。どうやって開けるの。開いたよ、クリスマスプレゼントです、すごい。これ、これティッシュ、あ、マスクだ、あ、いいね、マスクめちゃめちゃいい、鼻セレブだ、いいね、鼻セレブ、自分ではちょっと買えない高いね、ティッシュでございます。涙腺ゆるゆるのせんちゃんへ。すぐ泣くかんな。あら、鼻セレブ、はい、20万人突破した時の感動の涙をこれで。私が常用してるやつ。いや、お母さんが送ってくるやつ、これを一人で鳴らすのが一番虚しいよ。これは虫除けバリア、せんちゃんに悪い虫がつかないようにって書いてあります。網戸用です、網戸用。写真まで送ってくれてありがとうね、本当に。こういうの一番ジーンとくるわ、もうちょっとティッシュ使っちゃう。あれ、ルイセンゆるゆる。こんなんもう殴れないって、大切にするしかないって。ありがとうございます。最後にこれが出んの面白すぎ。一斗缶送られてきた YouTuber 多分いないで。うん、はい、ありがとうございます。ということで、これで全部開封できたと思います。すごい量です、ありがとうございます。本当に私モテないって言ってたのはマジで撤回します。モテてる、めちゃめちゃモテてます、ありがとうございます。これからもこの一斗缶を殴れるような強い女になりたいと思ってますので、よろしくお願いします。こうやって開けたものをこう見渡してみると、本当にね、みんなに愛されてるんだなぁとね、実感しました。改めまして、プレゼント送ってくださった方々、ありがとうございます。全部大切に使わせていただきます、本当に嬉しいよ、ありがとう。ということで、今回はせんちゃんの嘘を暴くっていうね動画だったんですけど、最終的には愛に満
満ち満ち溢れた動画になったと思います。これもね、皆さんのおかげです。いつも応援してくれてありがとうございます。一応今の目標では年内にチャンネル登録者数20万人達成するぞって思っているんですけど、無理せずマイペースにね、これからも頑張っていきたいなと思っております。これからも応援していただけると嬉しいです。こうやってね、私のことを愛してくれるみんなに恩返しができるように、これからも頑張っていきたいと思います。いつも本当にありがとうございます。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。せんちゃんでした。バイバイ。